Yeah. どうも、女の子も一人暮らしです。いやー、いわき FC の試合、とっても楽しかったわ。あら、35番、江川選手。ね、6番、宮本選手。踊ってるじゃない。ドンワッセーってね。とっても素晴らしい。あら、ハーマー&ドリーも踊ってたのね。とっても可愛い。あ、どうも感動ありがとう。でね、観客の皆さんもね、試合を見終わって、ゾロ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 と、皆さんね、退出していきます。すっごい雨ね。みんな赤いカッパの光景でね、とっても印象的だわ。で、その試合の後、私たち、ネモヤンさんと、私は、何をするかというと、就活ね。就活。拾う活動と書いて、就活ね。これ、いわきに来てね、私はね、一つ勉強させていただいたわ。ね、いわきって、海が身近じゃない、ね、身近な海をね、きれいに保ちましょうってことでね、ゴミ拾いの活動がね、盛んなのね。でね、その就活って、別に海に限られたことじゃないのね。こういった、みんなが楽しんだ会場のね、後片付けね、楽しませていただいたことに対する感謝の思いを込めてね、今後も引き続きね、頑張ってほしい。私たちにできることってね、何でしょうね。できることからコツコツと。ちゅうことで、ね、ゴミをね、会場のゴミを拾ってまいりましょう。ね、で、大体ね、多いのはね、このうちわね、うちわとか、飲んだ後のさ、カップとかね、結構そういうの多かったわ。ね。本当のことを言ってしまえばさ、きっとイベントの運営会社さんがね、入ってらっしゃるんだと思います。ね。で、その業務の中にね、ゴミをね、拾って、ね、お掃除をして帰るっていう業務が入ってるんだと思うんですけども、ね。こういったね、サポーターとしての、ね、応援の仕方があるんだなーってふうにね、私は、ネモヤンさんの背中を見てね、一つ勉強させていただいたような気がしました。特にね、この日はね、雨のね、土砂降りの中の試合観戦でしたから、どうしてもね、こういうふうにね、物を置いてってしまうっていうね、気持ちは正直わからなくもないわ。私もね、人ですからね。わからなくもないですけども、まあこれだけね、ゴミが、拾えてしまう。ね。たった多分30分もかからなかったと思うわ。ネモヤンさんとね、一緒に拾って回った時間はそんなかからなかったと思う。でもね、これだけの量がね、拾えてしまうっていうのはね、ちょっとね、いろいろちょっと考えさせられてしまうような部分もございました。じゃあ、仕分けも終わりましたし、ちょっとね、雨に打たれて寒くなっちゃった。ね。ネモヤンさん帰りましょう。ね。慌てて帰ってもね、渋滞に巻き込まれるだけですから。ね。できること、ね。やってから帰りました。で、そんな後は、ラーメン。ね。熱々こってり、油ちゃちゃ、こってりラーメンを食べて、温まって回りましょう。じゃあエンディング行きましょう。今日はね、なんとね、いわき FC のチームの皆さんからね、いいねもらっちゃったからご紹介するわ。田村雄三さん、スポーツディレクター、こちらの方、いいねくださったの。私たちの就活に、ありがとうございます。光栄ですわ。次の方、アリタ、アリャー、ガール、イケメン、かっこいい、高身長、大好きだわ。ありがとう。あなたも YouTube に出演してみませんか？お仲間からチャリでお伺いいたします。
ご興味ある方は概要欄の LINE アットへご連絡ください。どうも、女浜一人暮らしです。私はいわきに暮らす現役 OL 女子よ。今日私がやってくのは家キャンプ。お家でキャンプして何が悪い？では参りましょう。Shall we go? どうも、オナハマ一人暮らしです。私はいわきに暮らす現役 OL 女子よ。今日はあれをぶっ飛ばしていきたいと思いますわ。Here we go!どうも、オナハマ一人暮らしです。タコパ開催いたします。Put your hands up! Come on!